どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは流音ガチャ引いていきたいと思います。はい。まあもうすでに一回言ってると思いますけど、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと年末に来てたけど、そうね、早かったね、はい、僕ら年を上げてからちゃんと引こうということで、うん、正月フェスガチャ来ました。来ました。スナイプなんだね。ねえ、ね、この後キラスナイプとか来るのかな、ね、どうなんだろう、わかんないけど、3人来てるで。で、まあなんかいろいろ書いてあるな。ガチャガチャと、ガチャガチャと書いてあるけど、ちょっとごめんなさい、細かいところは読まないです。はい、はい、1体目、はい、あ、ポチさんこれでしょう。めっちゃ欲しい。狂犬の年始め、めっちゃ欲しい。真島さん、ね、用で防御だって。うーん、楽しそうです。楽しそう、いいな。華やかだな、すごい華やか。はい、しんちゃん正月ガチャだからまあいいのか、昨年は世話になったろう言うてるけど、あー、リーダースキル防御タイプの味方の防御力 40% 上昇と、うん、バトルスキルが 10% 加速、うん、でバトルスキルがクールタイム13で敵全体防御力 100% 攻撃と、うん、敵3体へ防御力 900% で追撃、いいじゃん。でヒートアクション消費ゲージ2のクールタイム15、うん、味方全体で7秒間防御力 40% 上昇と、うん、カウンター付与 50% の確率で攻撃力 100% 反撃、はい、でアビリティ1が自身に不死 30% で致死ダメージを耐える、はい、とボス闇討ち襲撃で受けた際の獲得ポイントを 1% 減少、はい、本効果による1連合ごとの減少値は合計は最大マイナス 30% ということらしいので、うんうん、まあまあ襲撃受けてもちょっと耐えてくれるよってことだね、うんうんうん、でアビリティの2は防御タイプの味方で 12% 分の状態異常を除く全ダメカットと、はい、ドンパチ怠慢の時に、うん、敵の BS とヒートアクションによる無敵効果をマイナス1回低減、うんうん、でアビリティの3が自身の防御力を攻撃タイプの敵人数 ×7% 上昇と、うん、全味方のバトルスキルクールタイムを攻撃タイプの敵人数 ×4% 加速、はい、で防御陣と、うん、はあ、強い。で登場回組長和服で、うん、体力 78,954 攻撃力 8,059、うん、防御力 13,719、うん、速度 247 と、はい、強いですね、うん、うん、強い。じゃあ次行こう。ちょっと言うことないぐらい強い。いやで、栄光の巫女、沢村遥が勝。栄光の巫女。栄光、ごめん、栄光じゃねえや。ライコー。大きい読み間違えた。ライコーの巫女だ。びっくりしちゃった。初神です。はい。噛んだんじゃない、読み間違いだよ。初間違いです。縁起がいい。演技のかい、 よくわかんないよ、うん、はい、タイの補助、はい、巫女姿ですな、巫女姿の、はい、いいな、かわいいな。 でボススキル補助タイプの味方へ 20% 分の状態異常を除く全ダメカットと、開幕 BS が3人以上の襲撃迎撃部隊に対して CT の高い3体のバトルスキルクールタイムを 20% 交代、うん、ほう、どういうこっちゃかみたいな、なんか難しいけど強そうだな。へえ、交代させる、え、開幕じゃ発生しないってことなのかな、どうなんだろう、まあよくわかんない、まあでもなんか見てみりゃわかんのかな。はい、でリーダースキル補助タイプの味方の防御力 20% 上昇とドンパチ怠慢で、開幕 BS の3人以上の襲撃、うん、迎撃に対して CT の高い4体のバトルスキルクールタイムを 20% 交代、うん、リーダースキルの方は4体ってことだね、うんうん、でバトルスキルがクールタイム13で味方全体のバトルスキルクールタイムを6秒間 30% 加速と、うん、補助タイプの味方に再起、うん、致死ダメージ時にヒットポイント 40% で復帰、うん、でヒートアクションが消費ゲージ2のクールタイム12で、味方全体に競争3万だね、はい、でドンパチ怠慢時に敵3体へ5秒間の魅了、魅了、おー、うーん、でアビリティ1が補助タイプの味方の防御力を 10% 上昇と 10% 分の状態異常を除く全ダメカット、うん、でアビリティの2が1度の BS やヒートアクションで受ける味方への複数回攻撃のダメージが2撃目以降、はいはいはい、一撃ごとに一撃前より受けるダメージが 20% 減少、
はあ、でアビリティの2が自身に不死 30% で致死ダメージ耐える、とドンパチ怠慢時に敵の BS ヒートアクションのバトルスキルを 15% 低減で忍耐陣で和服待ちの住人で体力 75,899 攻撃力 9,174 防御力 12,990 の速度254と、うざくない？やだやだ、はるかやだ、はるかもうはるかさ、やだ、いつもはるかに毎年苦しめられるんですけど、マジか、やっぱなんだな、ヒロインの看板を長いこと背負ってるやつはちげんだな。はい、で最後秋山です。かっこいい、かっこいいね、富士山背負ってんで、うん、富士山背負っててちょっと左におるね、ちょっと左におる、ちょっと左におる富士山見せたかったよ、富士山見せたいんだね、うん、はい、心の攻撃ということで、うん、で、リーダースキルが和服と町の住人の特性を持つ味方の攻撃力 20% 上昇とバトル開始時に味方のヒートを300増加、うん、でバトルスキルがクールタイム13で敵3体攻撃力 550% で2回の連打攻撃と、うん、味方全体に6秒間の無敵、まあ、2回分だね、でヒートアクションが消費ゲージ3のクールタイム15、自身のバトルスキルクールタイムを 90% 進行、うん、でアビリティの1、状態異常になる確率 100% 減少と、ドンパチ怠慢時に敵の BS ヒートアクションのバトルスキル加速を、15% 低減、うん、でアビリティの2が自身の回心率を和服と町の住人の特性を持つ味方の人数か人数人数ね人数よしかける、今年いいね、今年絶好調しょちげえから20% 上昇、うん、でアビリティの3が全味方の状態異常を除く相手へのダメージを 12% 増幅とバトルスキルクールタイムを 12% 加速、はい、で排水の陣と、排水の陣、新年早々排水の陣なんかい、で、和服の、和服町の住人と。そうだね。で、体力は 73,165、攻撃力 14,147、防御力 8,959 の速度244と。へぇー。まあまあ、あれか、クールタイム 90% 進行ね。はぁ、自分で。まあ、なるほどね。制限系が増えてきたけど、まあ、パッと加速させますよってことだね。まあまあ、和服だったり町中持ってる人はいいんじゃないかな。俺あんまり町の住人いないから困ってたりもするけど、町も増えてきてはいるのかな。で、あと、うん、この前維新のやつもあったし、和服系のキャラは結構いるだろうから、人によってはね。うん、まあまあ、まあ何にしてもかっこいいし、いいんじゃないですか。うん、かっこいいよ、マジで。今回のマンフラーしてんのかっこよくない？そうだね、いいよね、うん、今回なんかみんないいっすね、見た目がいいね、まあ、そんなわけでガチャいきましょう。はい、いやスナイプなんだね。ガチャへようこそ。もちろんたくさんのいい仲間と出会えるといいね。さあ、まあ、10連ごとにおまけで流玉極みは1個ついてくるんで、どうしようかな。10連か20連するわ。はい。俺はやっぱ狙いどうだろうな。やっぱ遥か取れるとめんどくせえからいいかもしんねえな。うん。見た目で言ったら真島さんだけど。真島さんでもさ、あれなんだよな、ミレニアムタワーとかでも使えそうなんだよな、これ。ああ、ね。結構強そうな気もするから。真島さんがいい。うん、真島さんがやっぱいいかな。真島さんがいいよ。そんなわけで。10連一発勝負しようかな。じゃあ俺は一発、まず、いや、うまい、まあ、とりあえず一発、まず一発、うん、いくぞ。はい、今年初だからね、はい、ある意味福袋はもうある意味約束された勝利だったから今回、うん、いくぞ。もうここで、ここで赤だったらもう来た、うん、これ真島さんだ。真島さんじゃない？来てる来てる来てる、来てんじゃない、来てんじゃない、来てる来てる、どう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 、これもう完璧よ、うん、うん、割れたりは、いや、これから、これから変わる、てるてる変わる、てる変わる、変わる、今回の量はいいんだから、今年いいんだから、いいと思い
いや、タルカだ。タルカ違い。違うね。着物のタルカだ。ここが。タルちゃんだ。着物のテスちゃんだ。着物ばかりが来るけど、すげえ。そうか。どうしよっかな。いやー、もう10年いくか。めでたかったけどね。めでたいし。綺麗な着物姿の女性の、うん、ね、今流れ来てるわ。うん、来てる。流れ来てるわ。うん、行くぜ。あよ。もう10連。これでラスト。ラスト。これで。来い。パーンと。いやでも紅白だから。ちょっとそう、ロードちょっと長かったし。紅白だから。紅白、紅白。よっ。うん、イエイ。イエイ。来た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 。はい、お願い。もういいよ。もう大丈夫。いるいるいる。いや、これいるでしょ。いるこれが割れて。いるね、割ってんじゃん。ほら、真島さん出てきた。出てきた。あ、秋山さんも来た。あ、来た来た来た。こりゃ、こりゃ。ほら、ほら、ほら。こりゃ。あ、西郷さんも来た。西郷さんも来た。おい。え、これ3つあったらさ、1個ぐらいさ。1個は来るよ。1個はさ。ほら、正月だ。落ち着いてる。落ち着いて。着物だ。酒飲んで、餅酒で、ここが、うん、なんだ、頂点に、ダメっぽい。ダメだった。いや、もう、逆にもう10連いこう。ラスト。年明けだし、うん、奮発しよう、うん、行くわ。ここで俺ミスやるよ。もう今度だよ。だっていい、もうずっといいんだから。虹虹キラキラよ。そうだよ、虹虹キラキラ。ほらほらほら、ほらここ引いてよかったね。これ引いたからこそのよかった。もう最後見るんだね。あれ、望みは繋がった。繋がったぞ。繋がらず。おお、黄色のお酒。酒を飲む。星野めっちゃ出るな。2年前ぐらいだったらめっちゃ嬉しかったんだけどな。はぁ、ダメでした。でももう今回は俺がこの3000を犠牲にしたことで、うん、ポチさんにマジマを渡すわ、うん、プレゼントすることにする、うん、そういうふうにな、運気をそっちに渡したわ、うん、今回ばかりは、うん、じゃあポチに変わります。はい、よし。おポチがマジマさんを引く。おマジマさんの時は全額ベッド。行くぜ。もういきなり10連目で来るし。来るよ。来ますよ。来るよ。白い、ね、全額ベッド。さあどう。緑だよ。これは早い。目にも止まらぬ速さで。もう一回行くぜ。おう。へーい。何その。勢い。赤い。いいよ。へーい。勢いいいぞ。ほいよ、ほらほら。赤い。さあどうだ。ピピピピピピ。どう？あーん。これは。あ、変わったな。変わったね。はい。そう、お酒飲んでる。あー、違う着物。おー、ほう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 。もう一回行くぜ。正月っぽくなってきやがったぜ。ラストだ。ラストだ。ラストどうだ。さあ、白い。いや、白いぞ。白いよ。やだ。青い。こりゃダメだ。こりゃダメだ。あれだな、スナイパー今年もきついな。きついな。あと2回引きますよ。あ、そっか。単発いけんだっけ。いけますよ。単発も大丈夫ですよ。いけんすか。いけますよ、それ。あ、単発いけるじゃないですか。よし、ギリギリまで。行くぜ。奇跡を。白。奇
奇跡を起こる。あ、もうスキップに手かけ始めてたじゃん。はい、はい、はい、もう一回ラスト、ラス1、今度こそラスト、ラスラス、ファイナルラスト、ファイナルラスト、白い、こっからの赤、青い、一応だけ良かったわ。では、やっぱ新年とはゆえですよ。そう簡単に出ないよ。やっぱ相変わらずきついっすね。きつい。まあまあ。まあでもいいんだ。また貯めるわ。また貯めて。真島さんの時までまた貯めるわ。うん、そうだね。うん。またしれっと出てきますから。復刻もあるでしょうし。そうだね。どっかのタイミングで出会えることを信じましょう。うん。じゃあまあまあ、一回終わりますか。はい。それでは、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。